どんな用？もういいの？今日はどんな用？任せなさい。任せなさい。完成よ。それじゃあね。それにしてもこの木の形、本当にわしらを導いてるみたいだな。ダーナさんの祈りが通じたということなのでしょうか。よくわからん。でもよかったな。中もボロボロ。意外と大きな建物ですね。何かの施設でしょうか。道中も見えちゃいたが、こりゃ思った以上に広い町だな。ええ、もはや都市と言っても過言ではありませんね。建物すっごく高い。リコッタ、こんなの初めて見る。ラクシャネーの住んでたところ、もっとすごいか。いえ、どうでしょう。エレシア大陸にもここまで立派な建物はそうないかもしれません。大昔の遺跡であるにもかかわらず、なぜこのように高度な技術が。父上、ここにいるか。その可能性はあると思います。本当か。ええ、探検家ならこういう場所を放っておかないのではないでしょうか。とにかくまず街を回ってみましょう。アドルニー、広いところに来た。ここは確か位置が立っていたと言っていました。お、
なるほどな。言われてみればそう見えなくもない。そうだな。宝箱です。
休みできそうです。橋なくなってる。それもそうだが、またしても誰もいねえぞ。そんな、確かにこちらへ逃げてきたはずです。なっとらんのお前たち。ちびるかと思ったぜ。わしか、わしはの父上。リコッタ、久しぶりじゃな。お？ってことは、もしかしてこの方が。うん、リコッタの父上にして探検家タナトス・ベルダイ、その人じゃ。思ったよりご年配の方なのですね。お前さんたちは。あんたが T、 タナトス・ベルダインか。どうやら間違いないようだな。
気満々と。一休みできそうです。無事に王都へ入ったよ。どうやらヒモロギの苗木がうまく道を作ってくれたみたい。まったく、神聖なるヒモロギをこのようなことに。昔からのことだが、よくもこんな邪道を思いつくものだな。邪道はひどいな。でもこれではっきりと分かったよ。アドルさんたちが旅しているのは廃墟と化した王都アイヒアス。どれくらい未来かわからないけど、かつてエタニア王国があった場所。認めたくないものだな。どんなに栄華を誇る文明もいつかは終焉を迎えるというのに、このエタニアにもいつか滅びの時が来るというのか。ちょうど夢でアドルさんたちが通った道だね。なんだか不思議な気分だな。
地下にこんな仕掛けが。これは一筋縄ではいかなそうだね。注意深く行こう。
に火をつけられちゃったね。あの鳥を何とかしないと。ラーナ、一体どこをフラフラしている？うん、どうして分かったの？やけに時間がかかっていると思ったら、言い訳を考えるのに戻ってくれ。
ごめんなさい。大丈夫、今回はすぐに片付けるから。そうだね。古い形式のものだね。ストゥーパの地下にあるってことは、一体いつからここに。
動いた。すごいね、まだ使えるみたい。これは聞かせる昔語りとはちょっと違うみたいだね。皇后はもともと大樹の近くに住んでいたはずなんだけど。果たしてどっちが真実なんだろうね。え？でもま、真実は物語よりもきなりって言うじゃない。私は信じてるよ。お姉さん、もしかしてシーアちゃんの代わりに私を探しに来たのかな。あなたはそっか、かくれんぼの子だね。やっと見つけたよ。見つけたんじゃなくてイオから出てきてあげたんだよ。ここまで来たってことはお姉さんもなかなかやるけど、まだまだ。そんなんじゃ私を捕まえられないね。イオちゃんって言うんだね。あれ、どこかで会ったことあるような。いくらかくれんぼでもこんな場所に入り込んじゃダメだよ。さ、一緒に帰ろう。お家まで送ってあげるから。いらない、私まだ遊び足りないし。でもそういうことなら今日は噂のお天間巫女様についてっちゃおうかな。丸一日楽しめそう。それはちょっと。で、あれ、連れて帰るならむしろ都合はいいのかな。でもこの後はあの剣士がいた場所を確かめないと。巫女様が悩んでる。まあどっちにしても地上へ戻る必要があるよね。イオちゃん、はぐれないようにしっかり私についてきて。あ、ちょっと待って。ねえ巫女様、あれを見てよ。あれあれ、あれは扉？なんだか気にならない？帰る前にちょっとだけ調べてみようよ。あのね、イオちゃん、あ、でも正直に言うと私もちょっと気になるかな。この聖堂にはまだ奥があるのかも。私だけだよ。たとえ奥があったとしても連れては行かないからね。はーい、とにかく調べてみよ、巫女様。
私がかくれんぼでまさか乾杯するなんて。ふふん、今日は私の完全勝利ってことで。こうなったら明日また勝負を挑ませてもらうんだから。もう二人とも本当に本当に心配したんだよ。もう少しで英子隊の人に探してもらうところだったんだから。分かったってば。ごめんごめん、つい熱くなっちゃってさ。まさかここまで大事になるなんて。でも心配してくれる人がいるってとても幸せなことだと思う。それを忘れないようにね、巫女様。はーい。ミーヤちゃんはあまりシーヤちゃんを困らせないこと。これからも仲良くね。分かってるって。私も今回で懲りちゃったし、シーヤを泣かせるのは鎮魂祭の怪談話くらいにするからさ。じゃあ私もとっておきの話を披露しよっかな。ムフフ、大昔から伝わるっていう不死の番人の話なんだけどさ。もう二人とも。巫女様、今日はありがとね。そうだ、これを持って行ってくれない？私とシーヤで見つけた宝物なんだ。いいの？そんなに大事なものを。いいのいいのね、シーヤ。はい、二人で探せばきっとまた見つかりますから。それじゃあ受け取らせてもらおうかな。ありがとう、ミーヤちゃん、シーヤちゃん。こちらこそです。巫女様、本当にお世話になりました。それじゃあ私たちはお母さんのところに帰るね。またね、二人とも。バイバイ。うん、上出来だね。
と確かこの先で橋が落ちているんだったね。だったら一息つけそうだね。寺院の門、山門のようじゃが、アドルの言う通り、あの大樹は信仰の対象だったのじゃろう。よし、